車さあスタートを切ってきました。佐川そして高橋の戦いということになります。はい、これはさすがプロクラス。インコースに入っていく18番の佐川隆史、そしてアウトコースに向かっていった6番の高橋優馬という対戦になりました。ここから2人の一騎打ちが始まるんだ。さあファーストミッション、飛び込んでいった佐川隆史だ。インコースから先に先手を打った佐川隆史がトップに躍りました。それを上回る6番の高橋優馬、ホームストレートに佐川が先に戻ってきた。それを上回る高橋優馬、速い走り。15番ブーを通過、16番ブーに入って、さあ浮き輪に入ります。ご発展のナビ、うねりを受けてここから18番、19番ブーに入っていく。佐川が堂々とトップに躍り出ました。その後ろは高橋優馬、2手での争いとなります。さあそして佐川インコース、高橋は高橋も同じくインコースをセレクト。どこまで距離を縮めることができるか。いやー見事なターンを見せている。速いぞ。プロランナーバウトの決勝ラウンド、ラップ数は8周での争いということになります。サバーは戻ってくる。ホームストレート、距離は離されたくないところだ。高橋優馬、レースはまだ始まったばかり、3周目に入ります。ラストラップだ。さあ最後の発信を見せるぜ佐川隆史、それを追っている高橋優馬。残り1周ということになりました。どうやらこのままの勢いでは佐川ぶち切りの逃げ切りとなりそう。高橋できなかった状態です。さあ佐川がまた最後の半周のインコースということになります。そして高橋優馬それを追っています。同じく後ろを続けるインコース、残り半周となりました。まもなくチェッカーフラッグが用意されてゴールを迎えることになります。となりました。このバトル佐川 VS 高橋、どうやらこのガマゴーリ第5戦は佐川隆史にチェッカーフラッグが掲げられます。さあトップフィニッシュ、絶景だった18番佐川隆史中 See you sports。 そして決勝ラウンド、ラスト数は8周目の勝負。シグナルが赤から青に変わってまもなくSure! さあ、後楽から
のこのランナーバンコース決勝ラウンドはラップ2は10周目の勝負となってきます。はい、スタートします。周回数は10周です。さあ、コールがかかりました。天気指導コントラン
測艇も順番にゴールを迎えようとしています。この第5戦の蒲郡大会は本当に激しいトップグループの争いとなりました。そして昨日に引き続きこの第5戦も倉橋秀幸、そしてこの第5戦から